論語始まるよ。こんにちは。今回はこれでいきます。これはなかなかですよ。君子は進んで窮地に身を置くという、そういう伝です。君子というのは、まあこれ紳士ですね、人格者というのは自分から進んで危険なところに身を置くということなんです。そういうことをしなければ、自分の能力を発揮できないよっていうことなんです。これどういうことかっていうとね、白、行き通り今見えているよ。白っていうのは孔子の、弟子で暴れ者で、だけどまあ単純なやつだけど、孔子自身、まあ可愛がっていたっていうやつですけどね。で、行き通り今見えているっていうのはね、頭に来ちゃったってことなんです。なんで頭に来たかっていうとね、この前があるんですけど、ちょっとね、うまくいかないことがあって、危険にさらされていたんです。孔子集団が。で、野宿なんかしながらね、誰も会ってくれない、救いが来ないっていうんでじーっと我慢してる今時なんです。その時に白がイライラしちゃって頭にしちゃったんですよ。それでなんでって言ったんです。孔子に、君子もまた窮することあるかって、我々君子なのにどうしてこんなに、窮地に追い込まれるんだって、食い物もないお金もない、寝るところもない、今の時期ね、そういうところなんですけども、なんでこんなことあるの、いいことばっかりやってるのに。もうイライラしてやるせないんですね。もうとにかく追い詰められちゃった果てのことなんです、これ。そしたら、孔子が、穏やかに言うんですよね。白待てお前。君子元より窮地という。君子というのは、初めから、追い込まれているところにいるんだと。でも君子なんだぞと。精進だったら、君子じゃなくて取るに足らない奴だったらば、追い込まれてしまったらば、乱れる。大暴れするぞって。お前暴れてないから、まあ君子なんだぞってことなんですよ。で、これはね、どういうことを言ってるか、白に対するたしなめも、まあ、当然あるんですけど、黙ってろってことはあるんですけども、心配とか欲求不満ってありますよね。今の状況なんかまさにそうですよ。ワクチンが来ないとかね。家から出ちゃいけないとか、イラ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 してね。そういう時暴れちゃったらもう、君子じゃないって言うんですよ。とにかくね、どうして暴れちゃいけないかっていうとね、暴れたいですよ、それが。酒でも飲んでね。だけども、こういうこと言ってるんです。生産的ではないってことですよ。暴れてしまったら。何にもならないってことです。ただその時の発散になるだけだっていうね。これね、よくね、暴動が起こるでしょ。まあ中東とかあっちの方もそうなんですが、アメリカなんか多いですよね。結構アメリカっていうのはね、私に言わせれば精進が多いと思いますよ。理知的じゃないんです。自分を抑えられないってとこね、だからもう机ひっくり返しちゃうんです、すぐ。そこのとこ日本人はじーっとして配給でも並びますよね。その方がね、生産的なんです。どうしようもないじゃないですかってことですよね。今ないんだから袖が触れないでしょ。じゃあどうするんだ、我慢しろよっていうことなんです。で、それが一番手っ取り早く生産的なんです。で、これはね、企業人にとって言った場合、こういうことなんです。困難に陥った時の処理能力ってことなんですよ。まあ対応能力でもいいですよ。行き詰まった時の対応能力とか、困難に陥った時の処理能力っていうのは、慰めであるとか同情するっていうのはダメなんです。これは、ね、日本人の特徴ですけども、慰め同情ではなくて、もっと生産的に行こうぜってことです。これはね、普通の企業体、日常の企業体では当然でしょ。これ慰めるとしょうがないんですから。まあ少しはほっとするかもしれないですけども、それを超えましょうってことなんです。でね、対応能力って言いますかね、冷静にしていなさいよ。じゃあどうすんのってことなんです。で、よくね、企業のトップに行った人たちの話をよく私聞くんですよ。もうこの年になると、一流企業のトップっていうの結構いるんです。そうするとね、この前もちょっと話してメールも来たんですけど、野村、ホールディングスの CEO をやってる奥田健太郎っているんですけどね、彼なんかも言ってると、どうしてお前 CEO になったの？なれたの？って言うとね、コミュニケーション能力って私は言われましたって言うんですよ。
このコミュニケーション能力っていうのは、普通って言われてる会話能力じゃないですよ、これは。会話能力だったら何だってできるんですか。そうじゃなくて、困難なことを解消するようなコミュニケーション能力ですよ。困難なことを解消するような。ということはどういうことかというとね、もしも出世したい、会社を立ち上げてうまくいかせたいって言ったらば、当然これ窮地にいるわけですよね。で、窮地を解消するためにって言ったらば、一番いいのはコミュニケーション能力を養うしかないんです。養っていうよりも、まあ自分で持ってるんですけど、それはね、ない人はできないんですけども、このコミュニケーション能力っていうのはね、講師も言ってるんですよ、これ。コミュニケーション能力っていうのはね、まあ今そんな言葉はこの当時ないですよ。多くを喋るなって講師は前にも言いましたけど、そういうこともあるんですけどね、いろんな人と喋れってことです、これは。まず第一に。いろんな分野の人と喋りなさいっていう。それは第一です。それから、社長になった理由、もう一つはね、困難が降りかかってるってことなんです。困難が降りかからないと出世しません、絶対に。これはいくら優秀な人でもダメですね。なぜかっていうと、実績とか業績とか働きっていうのが目に見えないからですね。困難が降りかかった場合はそれを解消します。解消できるためのものが出てくるってことですよ。これが絶対に必要なんです、上に行くためにはね。で、コミュニケーション能力でそれをなんとかこなすんですよね。生産的でしょ。で、実際それだけかって聞いたら一つあるんです。それは、体力ですね。これは彼もサッカー部で私に教わったんですけども、体力があってめげないことですよ。もちろんこれ肉体的もそうですけど、精神的な体力もありますよ。で、めげないこと。困難から降りかかってもめげずにコミュニケーション能力があるということ、これが一番でしょうね。で、まあそうやってそれでも、なんて言いますかね、上に行く人っていうのは稀なんですよ。それは、なんて言いますかね、偶然であるとかラッキーっていうことがかなりあるんです。で、今言った、CEO 野村の CEO なんかの話もそうなんですけども、先日こういう話もあったんですよ。銀座のトップママって言うんですよ。これはね、七重ママって言って、YouTube もやってますけどね、彼女の話聞いた時やっぱりすごかったですね。こういうコロナ禍で、まあ敵は何かさ、コロナもそうなんですけど、コロナも敵なんですけどもね、緊急事態宣言も敵なんですよ。まあもっと簡単に言っちゃうと、小池百合子も敵なんですよ、あれは。要するにやめろって言ってるんですか。特に接触を伴う接待っていうのはやめろって言って目の敵にされてるでしょ。あれにじーっとめげないんです。こんなの売りかかっても。めげないで、もうとにかく何とかしなきゃ、何とかしなきゃって言って、いろんなところとコミュニケーションを取るんですよ。で、YouTube とかね、SNS かなんかのツールも使うんです。で、第一にやっぱりこれですよね。体力ですね。肉体的、精神的な。ママさんの一部重要なことはね、まあ美貌とかそういうのもあるんですけども、寝ないことですよ。簡単に寝ちゃうともうダメですからね。眠くなっちゃったなんてのは絶対ダメです。で、こういうことを、経験していくとね、もう今、白がここでブタラブタラここで、あれですよね、嘆いてますよね。こういうことっていうのは全員がこれは誰でも経験してるんです。で、この中でね、いや、素晴らしいなって言ってね、ママさんの言葉、ちょっと、出そうと思うんですけどね、出していいかって言っていいって言ったんで、まあ、もちろん、いろんな CEO であるとか、チェアマンであるとかっても、これ、味わってると思うんですけどね、こういうこと言ったんですよ。苦しいことは正しいことって言ったの。へえ、すごい。すごくストイックなんですよね。結局、ああいう、あれですよ、キャバレーのママさんとか、銀座のママとはちょっと違いますよ、レベルは。あれは、
経営者ですから、企業体の経営者ですからね。で、そこに使っている女の子がいますよね。ホステスさんっていうのは。それとプラス、黒服っていうのもいるんですよ。これが大変な人たちでね。で、そういう人たちをまとめて、まあ、おだてたり叱ったりしながらやるわけでしょ。そういう時にね、当然苦しいって。金銭的にも。でも苦しいことはこれ正しいことなんだってことを考えないと、これ乗り切れないって言うんですよ。だから、上に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 行こう、行こう、行こうっていうのは、常に全てが苦しいことなんですって。苦しいことなんですね。こたつに入って、せんべい食って、猫でも抱いてっていうね、そういう生活もいいですよ。憧れるにはね、海辺でカクテルでも飲んでいたいわって言います。当然そうですよ。でもそれは、頭の中に描けるだけでいいんです。描けるってことは、苦しい境地にいるってことなんですよ。もしも、本当に、離島に行って、夕日の綺麗なところでね、カクテルかなんか飲んでいたら、カクテル飲もうって気持ちは起きませんよ。ね。こたつに入ろうって気持ちも起きませんよ。その起きるっていうのが希望になるんですよね。それがこれなんです。だからやっぱりそれは正しいことなんですよね。でこういうことはやっぱり、修羅場ですよね。どんな人でも。でも修羅場をくぐっているっていうか、くぐりつつある。くぐり抜けていること自体が、正しいことであるっていうね。ちょっともうストイックではあるけども、なんか、マゾ的なところもありますけども、こういう姿を見てた場合、その従業員、ホステスさんとかね、黒服さんたちっていうのは、これ尊敬しますよ、やっぱりね。あ、企業人として、あ、すげえなって言って。で、マオさんの言うのは、こういう中から何人も出てほしいっていうね。で、ああいう、なんて言うんだろうな、水商売みたいな、ところっていうのは、必要悪だっていう人もいるんですよね。確かに必要です。でも悪かどうかって言ったらこれ難しいですよ。そうじゃないですよね。なぜかっていうと、正しいことなんですから。ね。正しいことをやってることを悪っていうのは良くないですね。でも、テレビに露出したり、マイクで言っちゃったりというね、不特定多数の人が言うときは、やっぱりこれ、小池百合子さんみたいなこと言わなきゃしょうがないんでしょうけども、あの人たちにとってみればね、緊急事態宣言っていうのは極悪ですよ。考えてみればね。我々はじっと我慢すれば済むことかもしれないですけどね。やることっていうのは違う企業に、違う職種、分野に手を出すことできない人ですからね。まあそういう意味で、この、石野に対して孔子が叱ったっていうね、君子っていうのはもともとこれは、窮地にいるんだ。追い詰められているんだ。っていうことね。だけども、お前は君子であって、精進じゃないだろって。一般的な取るに足らない人が、もしも行き詰まったら、暴れるよって言ってる。ね。生産的にいるために暴れちゃダメよって言っています。まあ、こういう例っていうのもね、各地にいろいろあるんでね、参考にしていただければいいと思います。以上です。